おはようございます。おはようございます。で今日はですね、9月の14、15、16に開催されます東寺園盆栽フェスのご紹介ということで、はい、もしかしたらこの動画の少し前に入荷されたものの紹介があるかもしれないです。はいはい、かんちゃんの方でね、はい、ということでちょっと私の方からも紹介をしたいと思うんですが、ここら辺があの東寺園の方で、最近、フェス用にですね入手されたものと、うんいうことで、結構端緒のいい、まあ、ついた木がたくさんあって、はい、素晴らしいのがいっぱいあります、うん、こんなね小さいこんなちっちゃいやつだとか、こういうねだからこんなの取っちゃえばいいんですよ、これね、こういうやつはね、うん、ね、はい、こんなんだってもうすぐねこうわーっと作れますよね。緑峰って言うんですか、うん、ね、なんていうんだ、品種ものもいろいろあります、うん、これがすごい、このあのね葉っぱのね斑入りの花火、ね、これなんか形がすごいいい、うんね、これなんかもっと葉っぱのねものですよね。なんかいずれにしても、こういう性のいいちっちゃいやつが、いっぱいあります。あ、これなんかいいじゃないですか。これもいいですね。これなんかねすぐできちゃう。はい、ちょっと名前がなんか、あ、ミネですよ。ミネ、ミネ、何ミネかな。ミネフジコ。お違うまあこのまま商品を紹介するの と, とあと昼間さんの出品する商品を今日は見せる、ね、と、はい、いう動画です。ということですね、はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。ね、心拍がいっぱい、ここら辺のやつはかなり曲のついてる、うん、そうですね、いいやつですよね。これは作れば良くなる、あ、良くなるやつで、あとカンちゃんがこの間紹介した、うん、葉っぱ少し伸びてるっていうけどすごく安く出すっていう、あ、500円の500円のやつですね。あれも素晴らしい。でこれも少し、値段もいいですけど物がすごくいいんで、こんなんなんかね、心拍は貨物が多いですね。ね、あ、これはちょっと値段がしますね、うん、はい、こういう値段も変わるかもしれない、変わるかもしれないですけどね。そうだ、特にね3日目なんて安くなったりするから ね、はい、ということで、こんなものがあります。で結構あの棚から引っ張り出してきました。はい、だいぶ空いたと思うんですけど全然空いてないですよ今回のね、フェスと、まあ、あとまた11月にね作品展もあるんですけど、そこら辺でだいぶ減らしたいなっていうふうに思ってるんで、もう泣く泣くいっぱい引っ張り出してきたんで、はい、ちょっとご紹介、はい、じゃあちっちゃいものシリーズからですかね。昼間さんの商品紹介と。そうですね、なんか申し訳ない、私のだけで。とりあえず棚から引っ張ってきたんですけど、こちらはおなじみの、畳み込みシリーズですね。畳み込み、お祭りの時にも販売したんですけど、売れ残るたんびに気が良くなってきます。なるほど、成長しますから。あ、なるほど、太ったりとか形がねできたりなんかして、枝もみんな元気なんで、はい、お酒のやつを引っ張り出してきましたんで、まあ、お値段ちょっとバラバラに出すと思います。はい、前お祭りの時も7000円から9000円ぐらいだったと思うんですけど、結構いいお値段。そうですね、結構いいお値段だったんでね、でもだいぶ買っていただいて、はい、で少し、場合によってはちょっと手入れだけしておきますかね、簡単に、はいはい、これはそんな風に出したいと思います。で、まあ、松もいろいろ、松はね結構これもさっき見てた人がいいなって言ったんですけど、これは赤松で結構古い木なんですよ。赤松 でこれからまだ作っていけるんで、こういうふうに少しこう変えていったり、まあ、どこを種木でもいいんですけどね、まあ、これが種木になるのかな。うーん、ちょっと少しいろいろとこう変えたりなんかして、古い木なんでね、こんなのも出そうと思ってます。お値段はでもまだ決まってないんだよね今もうとりあえず出してきちゃったんで、これはねご用ですけど、これ将来良くなります。立ちはね、K1000 っていうやつなんですけど、多分立ちだけでも3000円ぐらいはすると思うんですけど、これもフルッパ取ってね、あの肌が来たら、ご用のこういう細い木ってないんで、こういうふうにみんなくっつけて、こういうふうにしていくとね、良くなってくると思いますね。いいですね。そっちがどんなふうに見えてるか分かんないですけど。いい感じに。あ、ですかね。はい、こんなのをこういうふうに取っていけばね、綺麗にできると思います。これは将来楽しみな、良くなる木ですね。はい、あ、これこの間畳んだやつ。ああ。はいはい。見切りをしてないやつですね。はい。これもいいかな。で、あと、小箱はそんなとこかな。あ、これですね、これ。大野さんの買ってきて、そのまま。そのまま。元気な方をね。あ、目が一個切れちゃったかな。あ、はいはい。私、でもこの足元の曲いいですよね、これ。赤。なんか、これピンとしてますね、目、葉っぱがね。目がちっちゃいのかもしれないですけどね。これは目切りしてないんで、一回今年元気つけて、また来年ね、どうにでもできると思うんで、はい、この辺の足元がすごいいいです。いいですよね。はい、いいやつ。で、小白はこんなとこかな。あ、これもちょっと出しちゃおうかな。
なんか紹介したかもしれないですけどね、どっかで買ってきたんですね、これね、きっとね。わかんないけど、忘れちゃった。これは黒松ですね。はい、黒松、これも赤松かな。赤松も芽が出てますね、ちょこ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 。なんかおおよその値段とかいい。ああ、どうなんだろう。わかるやつでいいです。どうだろうな。なんかこれ、3800円をたくさん出すと思います。3800円ぐらい。の価格帯。価格帯をたくさん出そうかなと思ってます。で、例えばこういうイワシでなんかも、これちょっと値段が2つは出すんですけど、個人的な、まあこっちの方がちょっと太いかな。もう肌きてますね。きてますよね。こっちなんかはそうですね、3800円で。これだ、あ、これ盆栽世界さんで。そうですね。やったやつですね。出すって言っちゃったやつですね。こういうのも3800円。こっちはちょっともうちょっと値段つけると思いますけど、はい、と、あとね、あ、これも、長寿梅ほら、みんなで買って、あ、2つあるから1個売っちゃおうかなと。2つね、あって、うん、値上がりでいいですね。値上がりもね、これも楽しみだと思います。こんなやつとか、ちょっといいのはね、さっきこれも出しちゃおうかなと思って、長寿梅のこれ面白いんですよ、これ。あ、これ太いんですよ。僕の鉢に合いそうだな。ああ、あれね、角度ね、こう、こう変えても面白いですしね。そうですね。うん、これはじゃあもうちょっとお高いんじゃないですか。これはちょっと値段考えちゃいますね。ちょっと考えちゃいます。はい。高いんだ。はい。1万円はしちゃうと思いますね。1万円しちゃう。しちゃいますね。こういうのはもう安く2000円ぐらいでいいかな。2500円でしょうか。お任せします。お任せします。聞かれてもね、聞かれても。大体こんなところかな。あ、これがね、これはいいです。これは実はすごくいいんです。このカエデなんですけど、これ取っちゃってね、はいはい、古い木なんですよ。で、この足元を見てください、こんだけ太いやつ。これはね、私結構長いこと作ってて、もともとね、ベテラン愛好家さんが作ってたやつを購入して、これだけの足元ですからね。おー、すごいですね。うん、これはちょっと、はい、これも出しちゃおうかなと思うんで。というところで、で、こういうのを探してたら、Q さんから、大きいのって、そうですね。いう話だったんで、場所が履かないので。そうそうそう、一つは、これはね、多分盆栽級でやってるような気がするな、あの、食いつき絵だ。ああ。ぜひみたいな形で、なんかこの辺やったような気がします。はい。これもう2番目も出て、ピッとね。はい。はい。それから、なんと、赤根の親木。これ、掃除します。汚ねって、汚ねって、これあの、シンパクと一緒にくっついてたやつですね。ああ。シンパクと、そうそう、こんな木があったらどうするっつって分けたやつ。うん。はい。でも、赤根で、しかもこれ、生姜結構いいんですよね。そう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 。葉がちっちゃいですよ。ちっちゃいっていうやつですね。これもちょっと掃除して、いっぱいまだ取れます。私、1個こう取ったんで、はい、ここですね。うん、はい。取り消したってことですね。取り消したんですね。まあ、普通にこれ、ここから大量に増やせば、うん。かなり。あ、そうそうそう。ここなんで、多分大野さん欲しがると思います。ああ、そっか。はい。種木でいっぱい取れる、作れるんですね。そうそうそう。こういう種木があったらね。そうそう。そうするとみんなの元にいっぱい行くので。行くんで、そうですよね。これは大野さんに。大野さんに買ってもらう。寄付。寄付。寄付になっちゃった。みんなのために。みんなの分ですね。これ結構足元いいんですよ、これね。こんな綺麗な形してる。さっき言ったように、ここで取り木するといいですよね。ここら辺でね。あ、うん、だからとりあえずここにでっかい一回でかいやつ作っちゃって、下でなんかこれで作れるような気がするけどな。で、最後はこういくかもしれないですね。うん、そうですね。大野さんのとこ行くとこれかもしれないですね。いや、大野さん行ったら全部多分これあれですよ。あ、切って、お焼きだけ。そう、毎年切って刺して増やして。なるほど。そうするとみんなのところに届くじゃないですか。届きますね。なるほど。じゃ、私が欲しいぐらい。売れ残ったら僕が買えば。ああ、ということで。はい。はい、で、少し大きいのっていうことと、なんか作業と思ったんで、これはね、ちょっと杉っぱになっちゃってるんですけど、先端はもう、あの、本場が出てきてます。この辺の見てもらえると分かると思うんですけど。うん、なので、勝手にちょっと我慢してもらえれば、下は面白い。下はいいですね。この辺は面白いと思うんで、根もそうですし、この辺ね、ちょっと埋めてやれば、すごく良くなると思います。ちょっと、1、2年あと我慢してください。はい、ということで、これも棚を片付けないといけないんでね。はい。で、今日は、一つは心拍は、これをね、やろうかなって。これも足元、これ見てください、こうギューって。こうなんか変化ありません？ありますね。って。うん。畳まれてる。そうそうそう。これもうちょっと土入れますけど、すごくこれは良くなります。で、ちょっと汚いんで、これ1個今日掃除しますね。はい。
で、もう一つこれもねもう泣く泣くもんってこれ五葉松実は株立ち大好きで、うん、これはもうちゃんとできてますできてますっていうのはちゃんと種目学に一本あって、はい、でこういう子供たちがいっぱいあるんでまた小何本か枯れても平気ですし、うんうん、これもどうにでも作っていけるってこれを将来出世する木です出世、はい、これはする木なんでうーんちょっと温暖考えちゃいますけどはい、これ良くなります。これちょっと掃除したいと思いますんで、はい、じゃあその2つをちょっとやっていきましょう、うん、あ、口なし言わなかったな。どうぞ。口なしいいですか。臓器を少しね、これが口なしですね。これはね、この間動画に出たやつ。あ、そうそうそう、これもそうですね、うん、あ、そうだ、これもじゃあ動画に出てるんで動画に出た木がお手元に足元すごくいいです、太いんでねちっちゃいしね。はい、ちっちゃいし、こんな口な5センチぐらいですかね、うん、はい、まだちっちゃくできると思います。とりあえず葉っぱフルパーを取りますんで、はい、もっとスッキリすると思うんで、うん、とりあえずこの映像を残しておいていただいて、はい、葉っぱはですね、下から上へ下から上へ、この葉っぱの先端には触らないっていうことが大事ですね。葉っぱを傷めちゃうから。そうですね、葉っぱ傷めちゃう。触るとね、結構茶色くなったりするん で、ここ二股ありますね、はい、二股のここっていうのはもういらない葉っぱなんで、古い葉っぱは取ってくる。そうですね、もうこれはいらない、取っちゃう。丁寧な方はハサミで切ってもいいです。はいはい、すっきりしましたね。この辺もう一個ぐらいでやってもいいかな。これはやらなきゃいけない仕事というまあよりはまあはフェスで売る人のための違うかそんなわけないです。フルパーはねあってもしょうがないんで蒸れちゃうっていうのもありますから。はいはい、はい、でも結構元気なフルパーだったらもうちょっと残しておいてもいいのかなみたいな元気ないというか。そうそう、あとはだから少しでもこういうのを取っておいてあげると、うん、またこういうところから増えてくる可能性ありますよね。とりあえず葉っぱもいつもの原理原則の話で先端の元気な葉っぱを取っていくと下から芽吹きが、ね、うん、あるかもしれないっていう、まあ、可能性のところなんですけどね。じゃあやった方がいいになる。ね、やった方がいいと思うんですけど無理にやんなくても、いいというのは、うん、これもね、昔言われた話なんで本当かどうかわかんないですけど、はい、フルパーを取っておいた方が肌が着やすいっていう方がいました。これもなんか、理由のわからない伝説みたいな欲があるんですけどあるんです、そういうのいっぱいあるんですけど、はいはい、という話がありました。それと、うん、一気に葉っぱを減らすんで本当はね、それと一緒に植え替えするといいんですね、うん、本当は。だから私がね、ちょっと昔トラウマになったのはやっぱり初めてちょっといい木を自分の中ではちょっといい木、5万円以上の初めての木だったんですけど、はいはい、買ってその木がすごいいい木だったんですけどやっぱりフルパを取って枯れたことあるんですよ。そんなことありますか。あるんですよ、フルパを取って枯れたことがあって。だからもうそれはもしかしたらその葉っぱのと根のバランスがあったのかもしれないんですけど、それは自分で経験をしたことあるんで、皆さんよくフルパ取んなきゃ取んなきゃってよくX なんかでも見るんですけど、はい、そんなに無理してやんなくてもいいよって。なるほど。で特に元気のない葉っぱだったら余計ですよね。先端が元気ないのにね。あとまあほっといても勝手に取れますからね。取れる、枯れるんで。そうそうそう、はい、だからそれがさっき言った待って枯れた方が肌がくるっていうのはそういうことらしいんですよね。はい、あ、フルパーを取らない方が肌がくるってことですか。そうそうそう、取らないで置いといた方が、はい、という説です。一つの説、ね、はい、そういう先生が言いました。まあ棚場が汚れるっていうのが結構あるかもしれない、ね、あ、まあそうですね取らないと。取らないとね。入ってます。フルパを、フルパを今取ってます。取ってる間にお話をしまして、はい、フェスの2日目か3日目どっちかに、うん、ひるまさんここで公開収録か生中継、生中継、動画に出てもいいっていう方は映っちゃうかもしれない。映っちゃう人はこの辺に、ね、映りたい人もいいですね映りたい人も来てください。はい、来てください。カンタ君何、2日目と3日目どっちがいい。公開収録。公開、カンタ君はどうするか分かんないけど。でも日曜日だったらね、デモンストレーション、うん、ひるまさんの方がいいんだよ。なんで？なんでもいいよ別に。日曜日の方が来れる人多い。なんで？ひるまさん、それひるまさん、どっちがやっても一緒の話や。それ寛太くんの方がすごい気をやるんであれば日曜日の方がいいかもしれない。じゃあ初日？あ、2日目。2日目、初日はちょっと忙しいんで。初日はね、
すっごい今日やるなら2日目。あ、2日目はでも結構来る人いますよね。あ、バッタ。お、バッタ、本当だ。というわけで、はい、じゃあ2日目か3日目どっちかは分かんないけど、はい、相談の上、はい、公開収録、デモンストレーション、はい、公開収録、公開収録どっちもか。え、どっちなの？公開収録か、うん、もしくは生放送か。あ、生放送でもいいですよ。うん、ちょっと僕のその、あ、でも準備感もあるんで、公開収録の方がいいかもしれない。対応できないんです、あの、ああ、言葉が、ああ、で、監督公開収録、編集があった方がいいんで、そうね、バレちゃうからね。ね、ヒロさんも生放送、本当。いや、あの、会話の間にね、5秒ずつぐらい、一言言うたびに5秒ぐらいかかってるから、監督君は。よろしくお願いします。バレちゃうからね。じゃあ2日目3日目も、はい、お二人といろんなコミュニケーションが取れる、はい、ましょう、はい、イベントがあるという、はい、よろしくお願いします。ぜひ映りたい方お待ちしてます。お待ちしております。はい、やってみましょうか。はい、はい、冬ハトリが、終わりまして、はい、はい、で、心拍やろうと思ってたんですけど、うん、まあ、心拍何とかやってるのと、こうせっかくこの葉っぱを取ったんでね、うん、その分少し根は来た方がいいよっていうことももう一回説明しておきたかったんで、なるほど、はい、なので、植え替えをしたいと思います。植え替えを、はい、で今トジレンでダーッと見てきて、これをちょっと、ね、手抜きぐらいをね、はい、これで、合うかなと分かんないですけど、いや入ったら面白いですね。入ったら面白いですよね。この辺でね、こんな感じで流れは、あ、流れ逆、こっちですね。そうですよね、うん、こっちですね、うん、っていうことで、でこれちょっと後の時間ちょっとないんで後で取りますけど、針金食い込んでるんで、ちょっと針金は後で取っておきます。はい、はい、とりあえず大丈夫かな、だから入るかな、切ってね、どうなるか分かんないですけど、入るかなって感じですね。入るかなって感じですね。もう名前入ってますよね。うん、景色がね、面白いです。うん、まあ、本当はね、そっちがね、少しこう見えるといいんですけどね、はいはい、まあ、木の流れが言うとこうなんで、でもね、面白い作りですよね、うん、これね、針金やるとちょっとグラグラするかもしれないですね。でも仕方ないですね。そうですね、うん、仕方ない。裏から、そうですね、なんか前旅行ありましたよね、裏でやってみるか、そっちの方が安定するかもしれないですね。ね、意外とね、方々が、そう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 、本当は逆なんですけど、うん、あえて、で、これを、そうですね、もっと大きい輪っかでも良かったかもしれない、もしかしたら。うん、逆に。キュウさんは何出されるんですか？え、フェスは。鉢と T シャツと、うん、木もちょっと出そうかなと。ああ、ついに。うん、ちょっともう、夏じゃないですか。多くなってきちゃったんで。ねえ、いや、キュウさんの木はいいと思いますよ。まあ、お値段もそんなにね、するもんじゃないから。いや、でも、ね、普通、そうそう値段で買ってるし、自分で作ってるやつだから。うん、そうですね。手は入れてます。ね、よし、じゃあこれ抜いちゃう。というか、もう割れてるんで、これ。あ、割れてないか。抜けるかな、果たして。これね、うん、プラスチックハンマーがあると、実はよく。ああ。うん、コン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 やると、振動で。プラスチック、ゴム半とかのがいいかもしれない。あ、ゴム半、ゴム半。ゴム半。そうそうそう。あ、うん、うん、ちょっと根が巻いてますね。巻いてますね。根はね、上葉っぱ取ったから根は切った方がいいって言うんですけど、それにしたって夏はあんまり切らない方がいいんで、はい、はい、このあれかな、斜めのとこ切った方が、取った方がいいのかな、うん、あ、そうか、植え替えるってことは苔も用意しないといけないのか。あ、でも苔あった方がいいですね、このね、だとしたらいいのができちゃいますね。いいのできちゃう。お値段も上がっちゃう。お値段も上がっちゃう。8台はつきましたね。最低でもね。ねえ、いや、でもこういう木は私好きなんで、はい、なかなかないんですよ、これ、うんうん、で、なんか見つけて買った覚えがあるんですけど、いくらで買ったかな、何年前ぐらい。いや、どうだろう、もうちょっと覚えてないぐらいだから、うん、もう5年ぐらいは経ってんじゃないですかね。ダンゴムシがいっぱい出てくる。パンパンですね。ね、うん、夏の植え替えですね。そうですね、夏の植え替え、まあ、あんまり切らない方がいい根はね、って言いますよね。言います。ただ今言ったようにね、葉っぱを
ってるんでね、多少その分はまあ割引かれるかな。割引。気温36度。ですかね。汗出てきちゃった。うん、汗気持ち悪いか。おじさんの汗。おじさんの汗。もうちょっとですよね。これ手袋やった方がいいですね、本当はね。ちょっと危ないんで。先端尖ってます、ね。うん、先端尖って。かなりね、鋭利なんでね、実はこれ。ね、ただ、まあ、ほぐしやすいですよね。そうそうそう、だからね、余計入ってくるんですよね。だから秋の植え替えに、皆さん、盆栽器ストアで。ストアで、菊和さんの。菊和さんので、はい、販売中でございます。はい。それと、あとは、根、はい、さばきの。あれないないない。ない。これしかない。はいはいはい。あれ売ってないんですよ。ないんですよ。あ、そうか、売ってないのか。在庫ないから。あ、そうかそうかそうか。売れないんですね。仕入れてる。仕入れてないんですよね。そうか。はい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 。もう、いいからいいから。やっぱよくないです ね, ね慣れちゃってますね、僕もね。そうそう、もう4年の付き合いですからね。もうなんかこういうのちゃんとしていかないと。そうですね。あっ、リアクションでしょ。リアクション、えっ、ね、本当だ、はい、すいません。結構行きましたね。結構ね。結構夏の植え替えはね、あまり行っちゃいけないって言うんだ。ちょっと減っても大丈夫だってさっき言ってたけど。実はね、ちょっと減っちゃうかもしれない。減っちゃうかもしれない。ちょっとなんか傾いちゃうのか。傾いちゃいますね。そしたら風が吹いたら揺れる鉢です。揺れる鉢ですね。ちょっと思いつきですけど、はい、ちょっと輪を作りますか。輪を作ってこの下に仕込ませておく。仕込ませてどうでしょう。そういうの台座ですね。台座なんかね、石とか接着剤でつけてもいいし、うん、本当はね、何か支えになるようなやつがくっつくといいんですけど。多分草鉢なんでしょうね、こういうのって。あ、そうですよね、そうですよね。草鉢を、まあ、このサイズだから、うんうん、そうですね。ああ、なるほど、それで止める。そう、それでどうかなと思って。天才の発想。天才の発想、うん、この一瞬で思いつく。思いつく。うまくいくかわからないけど。うまくいくかわからないですけど。ああ、でもするかもしれない。うん。いいかもしれない。こういう木って、ヒルマさん、株立ちって言うじゃないですか。株立ち、そうですね。なんか僕の想像する株立ちって、幹がくっついてるやつなんですけど。ああ、株立ちだと。寄せ植えじゃん。来た。そうですね、寄せ植えって僕言っちゃうんですけど。ああ、寄せ植えでいいんじゃないですか。寄せ植えですね。寄せ植え。顔に土いっぱいついてる。顔に土。ちょっと、ちょっと洗っていきましょう。なんかあるんですか。多分、広い意味で、樹形で言うと株立ちなんですよね。うん、株になってるから。株になってから株立ちで、寄せ植えっていうのは、まあ、手法というか、寄せるという手法が入るんで、樹形ではなく、樹形では株立ち、寄せ植えっていうのは、はい、やり方というか、やり方っていうかね、手法というか、確かにそうかも、はい、っていうのはあると思いますね。あとは寄せてないくっついてるやつを熱ななりとかね、うん、株立ち樹形の中で寄せ植えと熱ななりというか、うん、なるほど、そういう分け方はできるかもしれないです。これやっぱりあれだな、ちっちゃったらよかったな、これ。元の針金を。え、元の針金。そうですね、ここだけはちょっと先取っちゃいましょう。あの、はい、下、根を、こう、上から根を打ちながら、針金を押さえるようになっちゃうんで、うん、切っとかないと。この時期もあれですね、まだ皮が剥けるんで、はい、あの、こういうふうに針金取らないで、やっぱ切った方がいいと思いますね。うん、こう、剥くとね、ベロンと剥けることがあるんで、で、銅線の場合は再生できないですから、はい。はい、切っちゃった方がいいですね。じゃあそしたらあれだな、すぐだからちょっと針金ごめんなさい、やっぱり取りましょう。すぐに、ついでに。ついでに。あ、ごめんなさい。針金を外して、土を入れてるところですね。
ちょっと安定しないっていうのもあってね、土を入れて。そうですね、これは毛と土入れたいぐらいですね。ね、本当はね。だからやっぱり刺さないといけないな、少しね。入れ込まないといけない。それだけど、こういう、あれなんですよね、なんだろう、鉢に入れないで、お皿に乗っけて培養するっていうのも、グローマツ結構良かったりするんですよね。皿の上にポンと鉢から抜いて、根洗いってやつですか。そう、その状態でやってる盆栽園さんとか結構。なんか見ます確か、グローマツ見たような気もしますね。前にでも浜野会長がなんかその辺についてお話ししていただいた気がしますね。なんかこういうのでもいいんだよみたいな。皿の上に五葉松の、はいはいはい、鉢入ってないのにドンって置いて。ドンって置いて。いう話を聞いた記憶があります。なるほど。結構、所沢園芸がやってます。所沢園芸もやってました。やっぱりだから東樹園系ではあるんですかね、そういう。あるんですかね。まあ、苔が腫れるかどうかですね、これね。そうですね。でも苔かなんかで止めないと。止めないと怒っちゃいますね。怒っちゃいますね。よし。じゃあ、探していきましょう。はい。あ、水をやんなきゃか。はい。いいよ。水苔が欲しいぐらいですね。水苔でいいかもしれないですね。見栄え的にあれですね。水苔と混ぜますか。水苔と普通の苔をミックスして、一般的なのか分かんないですけどね、混ぜて。いわゆる巻き苔になるのかなということですね。ということですね。ってことはまあ一般的だってことですね。どうなんですかね。苔皮情報ではないってことですね。苔多すぎたな。普通に苔貼る。普通に苔貼れましたね、これだったらね。まあでも土を落とさないっていうのが、そうですね。なんで水苔の方がいいと思う。そうですね。ちょっと周りはこれでじゃあやりますか。はい。とりあえず一周ぐるっとつけちゃいますか。はい。お料理教室みたいですね。完成はこちらです。完成はこちらです。どうせ打ち合わせとか言ったらこれ使えなくなっちゃうんですね。使いますね。使いますなんか ね、ひどいですね。自分のじゃないから。自分のじゃない。売れ残ったりして売れ残ったりしてもっと丁寧にやっていけなかった。完成です。完成。はい、あまりほら時間かけると値段高くなっちゃうんでちょっとざっとですけどこんな風に苔をくっつけましたんで、はい、うん、はい、いいんじゃないですかね。これそこへ、あ、もうそこへんか、あ、うんうん、あ、ここへんか。あ、正面がちょっと、あ、ちょっと鉢の位置から言うと、あ、でもいいかもしれない。ここで、ここ正面で。あ、ちょっと向こう側に。うん、っていうかね、完全にずれましたね。正面収集しておきますか。まあでもこうやって見せ方も、ね、うん、いいかもしれない。そんなにね、綺麗にまっすぐ、本来の八甲なんですけどね。うん、その方が針金も見にくくなるし、うん、下の。あ、そう。一応この辺正面ということで、はい。いいんじゃない。なんかいいですね。風情がありますね。そうですね。あ、逆だったな。これ良くないですか、この感じ。この逆に2箇所見える。ああ、そうですね、鉢はね、鉢はそうですね、うん、今ね、だから全然逆に行きましたね次植え替えの時に次の方これをずっとあと30度ぐらいこっちに変えると、うん、はい、いいと思います。そうですね、ね、急いでやっちゃったのでこんな風になりましたけど、ということで、これもちょっと値段決めてませんけど販売をしたいと思います。ということで、いろいろ、こういうの分かんないですよね。ね、寄せ植えって難しいですよね。ね、古いから。そう。でも自分でね、欲しいですもんね。売ってたら欲しいぐらいの。そうですね。はい。まあ、お求めの方は。そうですね。やってくれれば。9月の14、15、16。はい。3日間お待ちしておりますので。はい。はい、あと少し、こうやっても提示しておきますんで。ちょっと今日時間かけできなかったんですけど、はい、きれいにしておきますん で多分これ以外にも平野さん出しますよね。出します、足んなければまた仕入れてきますんで仕入れて残っちゃったら大変なんですけどね、またね。あと、まあ、キミコさんも そう出すということで、今度また紹介動画、うん、次また紹介します。あ、来ますか。ちょっと相談して、うん、はい、
直前に来るかもしれないですね。来てくれたらいいですね、はい、一緒に紹介をして、はい、まあ、来てもらうといいですけどね、ちょっと連絡しておきますんで、はい、はい、ということでぜひお越しください。8時から、そうです、今回は間違いなく8時から4時ですね、はい、ということなんでお待ちしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。